皆さんこんにちは。今日の松五代目、そして今日は一緒に撮影してくれてる、参加してくれてるマッサールくんです。こんにちは。本日は2022年9月14日、今日は長野松さんどんな日でしょう。今日はなんとおめでたい日です。ハッピーバースデー、誰って感じ。じゃじゃーん、もちろんこの人です。73歳の誕生日に長野吉くん、そしてじゃーん、いいちゃんです。共演がなんと叶いました。これ長野さん、長野さん大事に今日持ってくれてますけど、これはね、知ってますか、このアルバムは私が長野松くん、初代の長野松くんとデビューした年の夏に、なんとあの方がリリースしたアルバム、横浜二十歳前レコード、大事に撮ってます。ちょうど私も二十歳前でした。このアルバムはね、デビューして、チョロマツ君と、初代チョロマツとデビューして、そしてね、その1年後に、大ブレイクさせてもらいました。当時ね、ウォークマンの CM 出た時に、チョロマツ君は何の音楽を聴いてるんですかっていつもね、取材を受けてて、もちろんこの人です。その時に思い出のアルバムだったので、今の37年間大事に、保管させていただいております。貴重な初代チョロマツとのデビューした時の思い出のあるアルバムです。この、ね、アルバムとともに37年間歩み続けたチョロマツゴロコンビ、今5代目がチョロマツの名跡を継ぐためにしっかり奮闘してくれてます。またしっかり頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。チョロ吉でした。